シスル TV。 ゼレゼレトースシスルです。毎日ラーメン健康生活出張編ということで相変わらずやってるんですけど、本日はね、最近よく聞くあの方とコラボしちゃおうということで、こちらの方です。あっぶんぶんあっぶんぶん、ハロー、はい、それかしカップキンでござるござるござる、カブキンです。よろしくお願いします。今日はカブキンのおすすめの、はい、ラーメン屋なんです、ここ。というわけで、そのカブキンさんのおすすめの店、こちらです。どう？東武東上線時和台駅から徒歩5、6分ぐらいのところにありますゲトバシラーメンさんにお邪魔してます。こちらゲトバシラーメンさん、結構カブキンさんがよく来られる。そうなんですよ、よく来られてます。背脂が甘いんです、ここ。お、背脂系、日本一背脂甘いです。日本一甘い、任せてください。その甘さ今日証明します。じゃあその背脂の甘さ、早速体験しに行っちゃいましょうか。レッツゴー。さあ、ゲトバシラーメンさん、2択のみの注文制です。カブキンさんおすすめのラーメンを注文させていただきました。カブキンさんは背脂ラーメンくださいと裏メニューをオーダーしました。店名の由来を確認しながら待っていると、来ました。こちらがゲトバシラーメンさんのラーメンです。トッピングはシンプルながら、器全体に振りかけられた背脂は想像以上に量で、その見た目はまるで空島、甘みがすごいという背脂、楽しみですね。それではいただきます。では早速背脂たっぷりのスープからいただいちゃいましょう。うわっほい、背脂の甘さの際立った裏切らない濃厚さで、そこにしっかり醤油が効いていて、癖になりそうなほどアルティメットうましです。さあ、濃厚なスープの脇を固めるシンプルな、間違いないネギやメンマ食らったら、次は早くも麺とご対面。色の濃い中太の麺をほいすする、うひゃー、固めに茹でられており、噛み応え、喉越しともに抜群で、チャッチャ系のスープとの相性も完璧。ガンガンすすりたくなっちゃいますね。さあ、続いてチャーシュータイムということで、濃厚なチャーシューをいただいてみると、ガンガンの油で食べ応えがあり、背脂の甘みと肉の甘みが絡んでいて、うまうまうましです。そしてここでカブキンさんの背脂 100% 到着。スープのような背脂がなみなみと注がれ、こんなラーメン見たことありません。早速カブキンさんがすする、いやー美味しそうですねと待っていると、なんとすすらせていただけるということで、喜んですすってみると、きり丸、バッチリ麺と絡んだ背脂はより濃厚な甘みが感じられ、強烈すぎる一杯です。そして今度はカブキンさんと二人でチャーシュータイ同時に食らう。トロトロで柔らかくとろけますね。カブキンさんはござる、はい、では麺すすったら薄切り卵をパクリ、シンプルで落ち着く味わいですね。さあ、麺スープを繰り返したら、はい、完食。本日も大変美味しくすれました。たっぷりの背脂は濃厚かつ甘みが強だった、やみつきになる一杯でした。それではガストレガンサセミ、はい、ごちそうさまでした。いやー、はい、ゲトバシラーメンさんに行ってきたんですけれども、いや、もう美味しすぎて、うまみがもう今体中巡ってます。うまみが巡ってます、めぐるくんです、今めぐるくん、はい、油がすごかった、はい、とにかく結構油としか言いようないぐらい普通のラーメンはあれですけど、そうですね、裏メニューがすごかった。裏メニューがさらにもう、はい、100% してますよね。油 100%、 ここおすすめです。ですよね、はい、夜遅くまでやってそうじゃないですか。もう朝4時ぐらいまでやってます。4時までやってんすか。日によりますけど、はい、やってます。4時からこれ食べたらもう殺人ですよそれこそそうですよ、事件です、事件、はい、それではするの公式キャッチフレーズ、ゲトバシラーメンさん、油インワンダーランドや。はい、それではね、恒例のクロウロン茶大会いっちゃいましょうか。いや、乾杯もせず。いやいや、乾杯。乾杯っす。超、超ジャンキーな。